皆さんこんにちは、 UFO チューバーの三浦徹です。今回は属職業としてのユーフォニアム音大の先生になるにはというタイトルでアメリカの大学のお話です。最後までご視聴ください。アメリカの大学教員の大半が音楽芸術の博士ドクターです。その昔はカンダの教員の2割か3割がドクターでしたが、今では DMA を持っていないと音大の専任には採用されないようです。教員資格審査の基準が学位によって決められるんですね。近い将来音楽の世界で活躍しようとする若い皆さんのため、去る6月アリゾナの国際テューバユーフォニアム大会の開催中、私の友人ドクターゲイル・ロバートソンにお話を伺いました。こんにちは。アメリカのセントラルアーカンソー大学でユーフォニアムとチューバを教えていますドクターゲイル・ロバートソンです。私はフロリダ州オーランドにあるディズニーワールドで長年演奏活動を経験し、幅広いキャリアを積んできました。また多くの大学で非常勤講師を務めていましたが、10年前に大学に戻り博士号を取得しました。そもそも私の最初の学位はセントラルフロリダ大学ユーフォニアム専攻の音楽学士でした。その後ミスターテューバで知られるハービー・フィリップスに師事してインディアナ大学で修士号を取得。その後10年ほどディズニーワールドでミュージシャンとして働いていました。ディズニーにいる間博士号を取りたいとずっと考えていました。ディズニーの仕事が終わり、多くの学校で教えていましたが、年齢を重ね博士号を一人に大学に戻ることにしたのです。というのも自分が本当は何をしたいのかよく分かってきたからだと思います。アメリカでは多くの学生が学士、修士、博士の学位を割と安易に取得する傾向があります。ですからできることならいろんな経験を積むべしと学生たちにアドバイスしているんです。私は日本の学生が必ずしも修士や博士コースに進まないのを知っていますので、皆さんを励ましたいと思います。大学院修士はとても大切です。だって2年間ほとんどの時間を数学や英語、理科の授業ではなく大好きな専攻楽器に打ち込めるからです。博士課程は通常論文を書いたりより深く勉強するコースですが、それを効果的に収めるのはやはり成熟した、成長した人でなければならないと私は考えます。私の博士号 DMA はミシガン州立大学で取得しましたが、高い評価を得てたくさん奨学金をいただきましたので授業料免除でした。もし皆さんがユーフォニアム専攻ならユーフォニアムだけでなくスライドトロンボーンも学ぶことをお勧めします。同じようなものです。トロンボーンならジャズバンドでもオーケストラでも演奏できるし、ユーフォニアムでは経験できないレパートリーも勉強できますよ。私はチューバも吹きますが、チューバは素晴らしい持ち替え楽器です。米管のチューバはちょうど1オクターブ低い楽器です。私は S 管チューバとユーフォニアムをダブルで吹くのが好きです。 S バスはイギリスの金管バンドで馴染みがありますよね。日本の金管バンドも同じです。室内楽や小柄な方にも手頃だと思います。ですから S チューバ、 E フラットバスはとても役立ちます。もしトーン記号の楽譜を読んでいるなら E フラットチューバの楽譜を読むのはとても簡単です。同じフィンガリングでピッチが違うだけですよね。持ち替えでいろんな楽器を演奏するのはとても大切だと思います。そうすれば仕事のチャンスが増えるからです。ユーフォニアムしか吹けないとしたらそれはとても難しい。私はディズニーワールドで働いていた時ユーフォニアムを吹いていましたが、パレードではスライドトロンボーンを吹いていましたよ。もう一ついいお話があります。学部を卒業した後どうやって勉強を続けるかということですね。同じ大学ではなく違う大学で学ぶのも一案です。そしていろんな先生から学ぶのです。
もしアメリカに留学したいのなら、先生方にメールをして、あなたの関心や心配事、質問などを直接伝えましょう。とにかく博士号を持っていないとアメリカの大学での就職は難しいですね。私は何年もの間修士号しか持っていなかったので、就職しようと思ってもできませんでした。 DMA Doctor of Music and Arts はアメリカの大学教員になる必須条件なのです。ディズニーワールドの私たちの四重奏は The Tuba Fours The Dream Quartet と呼ばれていました。いろんなスタイルの音楽を演奏しました。ナットキンコールもやったし、ティナターナもやりました。そうそう、ポカホンタスからアラジンまでのディズニー映画のヒットソングも演奏しましたよ。ユーフォニアムでは普通そういったレパートリーは演奏しないんですけどね。そんな経験があるから、今回のような国際大会に参加するのは楽しいんです。他の奏者と一緒にプレイすると仲間もたくさんできますし、例えば昨日出会った作曲家が私のために曲を書きたいと言ってくれれば、新しいプロジェクトとコラボレーションすることもできます。このような大会に参加して新しい人々と出会い、プレイヤーとしてまたミュージシャンとして成長するためにとてもとても重要なことなんです。実際私は今朝のあの演奏を聞いて、早く家に帰って練習したくなりましたよ。ところで、日本には多くの女性のブラスプレイヤーがいるのはよく知っています。皆さんにはまだまだやれることがたくさんありますよね。私は皆さんが音楽を続けるのをやめてしまわないように励ましたいのです。もしクアルテットを組めば、すぐに10人や11人編成の大所帯になる。演奏旅行だってできるし、いろんなところに行けるんです。音楽を続けたいのであれば、学校卒業後の道を早く見つけることが大切です。だから学校のバンドで友達ができたら、仕事をゲットする方法を見つけましょう。他の場所で演奏するには、例えば良いミュージシャンを探しているテーマパークがあります。そしてエンターテインメントで仕事を獲得するには、常に笑顔を絶やさないこと。スマイルです。そして多種多様な音楽、興味を引く魅力のある演奏をしなくてはなりません。そして一生懸命頑張ることです。私はそういった場所で学校では習わない音楽を独学で勉強するような活動をたくさん経験してきました。そういった経験があればこそ、その後インターナショナルウィメンズブラスカンファレンス、国際女性ブラス会議の会長になりましたし、国際トゥーバユーフォニアム協会、インターナショナルトゥーバユーフォニアムアソシエーション ITEA の会長にもなりました。強くなければできなかったことです。でも実際のところ、アメリカでは女性の金管奏者はあまりいなかったんですよ。ディズニーワールドのバンドには最初女子はいませんでしたし、大学の時は私が史上初の女子のスザフォン奏者でした。ディズニーで初めての仕事の休憩の時、休憩室は男性ばかりでした。30名の男性と私、多分女性は2人でした。ですから日本の皆さん、女子が多いというのはとてもいいことなんです。だから皆さん自身の演奏活動と将来を諦めないでください。 Please never give up。 Thank you.
ゲルさんのお話いかがでしたでしょうか。折しも来年の8月14日から18日、茨城県水戸市では国際女性ブラス会議が開催されます。今から楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。次回は今年の2月に亡くなられたテューバの巨匠ロジャー・ボボさんに捧げる追悼特集です。お話は日本人で初めてボボ先生に弟子入りされた元東京厚生ウィンドオーケストラテューバ奏者小倉貞之さんです。どうかご視聴ください。ありがとうございました。